皆さんこんにちは、稲田水です。ではなんだっけ、初心者でも中級者に見えるスヌードパート4、こちらやっていきましょう。こちらですね、11センチ編めました。最初の白は22センチで、次が11センチ編めたので、こっちカメラで見えるかな、これ緑色の毛糸なんですけど、緑色の毛糸の方に切り替えていきたいと思います。よいしょ。まず最初にラスト1段、こちらを編んでいきましょう。なんか毛糸こっちに入れてやるな。では最初の1目目は裏から編んでスタートしましょう。裏表、裏表、裏表と編んでいきます。さあ最後の1目目まで来ました。そしたら緑色の糸の準備します。これを外して中から糸を出す。あ、出てきた。ここから出します。で、糸端20センチぐらい取って、こっちにいきましょう。2本一緒に編んでいきます。OK。で、こっち反対に返します。で、次今度は緑だけ編んでいきましょう。落として、ここの時にいっぱい糸がごちゃごちゃしちゃうので、ちょっとねあわあわしちゃうかもしれませんが、まあ慣れれば大丈夫です。で、最初の1目目、前回の最後の1目ですね、2本一緒に編んでいるので、こちらの1目目も2本一緒に編んでいきます。裏から、そして次表ですね。よいしょ。よいしょ、ハサミのとこいっちゃったよ。よいしょっと。この辺ぐらいまで編めば、だいぶ裏を向いて裏を向いて裏を向いてって編むのが楽になってきているんじゃないかなと。だいぶ慣れてね。よし、1段目できました。返します。で、この時に
これ以上絡んでいくと嫌なので、この緑色と同じぐらいの長さで、よいしょ、チョキンと切っちゃいます。で、避けると、読んでいきましょう。最初の1目めは裏から、で、また反対ふくしょ、ピントよあって、で、また1目めは裏から、1段ぐらい編んだら今日は終わりにしようかな。これで緑色切り替わったね。そしたら今度ですね、ちょっと上にしてみる、よいしょ、こんな感じで3色いきました。で、こっちが22センチ、11センチ、
でこの緑は次22センチ編んでいきます。で22センチまでいったら次白に戻って11センチで、グレーが22センチで緑が11センチで編んでいくと、だらーっと一応子ども用のスヌードで作っているので、だいたい100センチ前後の長いものが出来上がります。それを輪にしてスヌードにするので、とりあえず22センチ、11センチ、22センチ、11センチ、22センチ、11センチと交互に編んでいきたいと思います。そこで全部完成して輪にする手前まで一気に編んじゃいたいと思います。よいしょ、よいしょ、ちょっと時間がかかると思うので、次回の動画がちょっと間空いちゃうかなと思うんですが、お待ちください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ひなたすいでした。またね。バイチャー頑張るよ。バイバーイ。